2005年世界陸上競技選手権大会における男子 20km の競技模様競歩はトラックあるいは道路上で決められた距離を歩く速さを競う陸上競技種目である。競技会では 50kmw のように最後に w をつけて表記する。1964年東京オリンピック競歩 50km 折り返し非陸上競技種目で唯一の判定種目である。 工術のルールに沿った歩み方を維持しながら歩かなければならず、順位やタイムだけでなく、ルールとの戦いがある。競歩のルールは、幾度か改正がされている。現在、男子 20km、男子 50km、女子 20km が、オリンピックの競技種目で実施されているが、男子 50km は2021年の東京大会が最後となる。男子メートルは、 陸上競技種目の中で最長種目である。オリンピックでは1906年アテネ中間大会での男子トラック競技として始まり、1932年ロサンゼルス大会から道路競技となった。戦後、1948年ロンドン大会と1952年ヘルシンキ大会は5 0トルとトラック1万メートルが行われ、 1956年メルボルン大会で1万メートルは道路の2 0トルとなり、それ以降は1976年モントリオール大会で5 0トルが行われなかったのを除き、男子は5 0トルと2 0トルが実施されている。女子種目は1992年バルセロナ大会から1 0トルが実施され、2000年シドニー大会から2 0トルに、 延長された。1964年の東京オリンピックでは2 0トルと5 0トル競技が実施となり、5 0トルでアブドン・パミッチが2大会連続でメダルを獲得している。歩く競技とはいえ、世界大会レベルとなるとその速度は走っているものにも劣らない。2014年現在、 男子 50km の世界記録は3時間32分33秒であり、これをマラソンの距離である 42.195km に換算すると2時間59分20秒である。この換算タイムは、いわゆるサブスリーと呼ばれ、マラソンのセミプロランナーレベルである。また、体力の消耗が激しい場合、マラソンならば速度を落として、 歩き出すといった光景が見られるが、競歩の場合は、競技自体が歩いている状態である上、日常生活における普通の歩行法を行うと、ベントニーの反則と判定され失格になる可能性もあるため、バテてしまうと歩行すら困難になってしまい、漢方すらできなくなるなど、イメージとは裏腹にかなり過酷なスポーツである。近年日本男子勢が強化策の一環として、 サロマ湖100キロウルトラマラソンを完歩するという過酷なチャレンジをしている。国際陸連は飛行人であるが2時間などの一定時間で歩いた距離を競う競技や欧米では100キロメートル競歩の競技会も行われ世界記録も存在する。道路で実施する競技会の場合、マラソンなどと比べて周回コースで行われることが多いため応援がしやすく、 国際大会ともなると時間とともに多くの慣習でコース周辺が埋め尽くされる。競歩だけの国際大会も盛んで2年に一度開催される IAAF ワールドカップ競歩はまさに世界最大の競歩競技会である。全国高等学校総合体育大会には2001年熊本大会から導入された。それまでは普及度の関係で 混成競技等とともに別日程で全国高校選手権として実施されていた。導入後も普及、競技人口の関係で競歩と混成競技は各地区上位4名までが全国高等学校総合体育大会へ出場となる。2019年2月6日、国際陸連は五輪や世界選手権などの競歩の実施種目を 現行の 50km と 20km から 30km と 10km に短縮する案を3月の理事会に諮ると発表した。合わせて歩み型違反を判定する靴底の電子チップ導入も提案された。3月11日の理事会での協議の結果、2022年より競歩の距離は 10km から 35km までの間の2種目と定められた。 2022年世界陸上競技選手権大会からは3 5トル競歩が行われる予定である。各競技会では一般の部の他にジュニアの部が開催されている。5月の日本ジュニア選手権競歩大会はトラックで行われる。広島県王競歩大会競歩5 0トルは東京五輪が最後。ひしめく日本の有力選手たちは スポーツグラフィックナンバー 8AB 競歩50キロ東京五輪が最後に国際陸連が22年から距離短縮日本経済新聞2019年3月12日13時23分競歩の距離短縮を提案へ電子チップ導入も国際陸連産経ニュース産経新聞社2019年2月7日閲覧2022年世界選手権の 要項発表標準記録と世界ランキング制で出場 35km 競歩新設月陸オンライン日本陸上競技連盟競技規則第230条競歩競技329ページ7ありがとうございます